ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中、ウクライナがロシアに対して善戦しているとの見解は、多くの軍事アナリストはもちろんだけど、一般市民においても同様の印象ではないかと思うんだ。ロシアがウクライナに対して苦戦しているのはなぜなんだろって思ってたけど、それには様々な理由があるみたいだね。ああ、プーチン大統領の一存で行われた作戦に対する兵士の士気低下、ロシア製兵器の旧型化、西側諸国による軍事兵器支援の効果、それはもう、様々な理由が挙げられており、その全てが正解なのではないかと思うぜ。そんなロシアが特に手を焼いているのはドローン兵器だと言われているね。ウクライナ軍は、トルコ製無人ドローンバイラクタル TB2 を大量に保有しており、これを効果的に運用することで、ロシア軍の戦車や装甲車両を大量に破壊することに成功していると言われているんだ。そしてロシアは、それらの無人ドローンに対して抵抗する術を持っていないと言われており、ウクライナ軍の最新技術をふんだんに使った攻撃に手も足も出ないといった感覚すら感じられるぜ。そんないい兵器なら、日本も中国やロシアへの備えのために保有しておいてもいいかもね。そうだね。実際防衛省は意外にもその気だったみたいだよ。今回は、無人ドローン兵器の導入や運用について、日本がどのように考えているのか、その効果はどのようなものなのかを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回登場する無人ドローンバイラクタル TB2 が、トルコが製造した最新型の無人ドローン兵器だね。バイラクタル TB2 は、遠隔操縦型のドローンの一種で、3名操縦索敵攻撃等の担当がチームを組み、遠隔操作によって戦車や装甲車両攻撃を行う仕組みとなっており、実際に投入されているウクライナにおいては、ロシア軍の戦車や装甲車両を多数破壊するなど、多大な戦果を上げていることが確認されているんだ。もともとバイラクタル TB2 は、2020年のアルメニアと、アゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ戦争で一躍名を挙げたんだよね。というのも、バイラクタル TB2 を積極的に導入したアゼルバイジャンが、優位に戦況を確保し、結果的にこの戦争を自国に優位な形で終えることができたとも言われていて、有効活用したことでも注目されたものなんだ。バイラクタル TB2 は、特攻兵器としての使い方だけではなく、拠点に帰還させることで何度も利用することができるメリット、もちろん無人で攻撃を仕掛けることが可能なため、人的被害を抑えることができるメリットなど、そのメリットには計り知れないものがあるぜ。ナゴルノカラバフ戦争において、アゼルバイジャン軍のドローン戦術は2段構えだったと言われているよ。まず、アルメニア軍の対空レーダーや地対空ミサイルを、特攻攻撃による神風ドローンの自爆攻撃によって無効にする。その後、航空支援を受けることができないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対して、バイラクタル TB2 が対戦車兵器を装備して攻撃を仕掛け、大戦果を上げたと言われているってわけ。このバイラクタルシリーズの最新版が、ウクライナでも使用されている TB2 になるんだけど、トルコでは早速後継機種になる TB3 を開発中とのことなんだ。なんでも、バイラクタル TB3 は艦艇に搭載して運用することを想定しているとのことで、ついに無人爆撃機無人攻撃機が実用化される時代が来たようだな。手塚治虫先生の SF 作品に出てきそうな展開だよね。実際にこれが実用化されると、空軍が必死にパイロットを養成する必要はなくなり、むしろ安全な場所でドローンを操作するメカニックやエンジニアの養成が急務になるのかも。既存のバイラクタル TB2 について、ロシアのウクライナ侵攻における状況を再確認しようか。ロシアの戦略としては、短距離ミサイルなどでウクライナの防空網を初動の攻撃で無効化すること、制空権を獲得した上で戦車を中心とする陸軍がウクライナ領内に侵攻、空と陸からの攻撃でウクライナの首都キーウを陥落させ新ロシアの政権を樹立するっていうのが、ロシアの書いていたシナリオだね。対空優位の状況を作り出すために、ロシア軍は精密誘導兵器や爆撃によってウクライナ軍の防空網を叩き、それによって制空権や航空優勢の状況を作り出そうと企図していたんだけど、今の時点でそれは全く果たせておらず、制空権や航空優勢の状況を得られていない状況だよね。それでもロシア軍は、制空権が担保されていない状況でも、強引に戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入して主要地域の占領を進めることにするんだ。ウクライナ空軍も積極的に反撃に出るんだけど、空軍機のみならず登場したのが、バイラクタル BT2 によるドローン部隊ってわけ。実際、ロシア軍の戦車や装甲車両に対し、ウクライナ軍側の効果的な反撃を可能にしているのは、ウクライナ軍が保有するトルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 によるところが大きいと、世界各国の軍事アナリストも口にしているみたい。もともとウクライナは ICT 先進国であり、多くのネット系企業や技術者が多数存在している国であり、通信インフラの整備もかなり進んでいた国だったからな。
つまり、もともと無人操作技術を有しており、それを操作できるエンジニアも多数存在していたってわけだ。そこに来て今回のロシアの侵攻、ICT 化されたウクライナ軍のことをどこまでロシアが知っていたかは知らないが、ここまで痛めつけられているところを見ると、明らかにウクライナ軍の実力を過小評価していたことは事実だろうぜ。ウクライナ軍の前線を支えている最大の要因は、ゼレンスキー大統領の強力な指導力に支えられた軍と国民の旺盛な士気によるところが大きいわけだけど、個別の装備も同時に注目されることになったんだ。例えば、アメリカロッキード・マーチン社製の FGM-148 ジャベリンは、歩兵が通常2名1組で携行して運用する多目的ミサイル兵器で、射手が目標を定めて発射してしまえば、ミサイル本体は赤外線レーダー誘導等によって目標に着弾するよう自動的に飛行し、確実に破壊することも可能だよ。今までのミサイル兵器であれば、発射することで自分たちの位置を敵側に把握されれば、そこに攻撃を加えられて被害を被る可能性が大だったんだけど、安全な場所から誘導弾を発射することができるとなれば、兵士の生存率も向上するってわけ。そして、ジャベリンの有効射程距離は初期型で約2000メートル、最新型で約2500メートルほどだとされており、実際にウクライナにおいては安全な場所に潜んだウクライナ兵によって運用され、ここまで大きな戦果を上げているとされているね。そして、ジャベリン同様に安全な場所から敵兵器を攻撃できる兵器として重宝しているのが、バイラクタル TB2 だよ。ウクライナ軍がバイラクタル TB2 を使用していることは事実であり、実際に使用してロシア軍の車両を撃破する動画がウクライナ側から SNS 上に多数公開されているんだ。例えば、2月28日に公開された動画は30秒ほどの短いものだったけど、ロシア軍とおぼしき車両を上空からミサイル攻撃を行って成功させる様子が収められており、すでに300万回以上の再生数を記録しているよ。つまり、ウクライナ軍の凄さと、それに翻弄されるロシア軍の動揺を全世界の人々が主張しているわけで、ロシアとしては非常に無様な状態であると言えるんじゃないかな。バイラクタル TB2 のスペックについて詳しく。バイラクタル TB2 のスペックは、全長 6.5 メートル、全幅12メートル、最大離陸重量 650kg、最大兵装搭載量 150kg で、機関部には100馬力を発生するガソリンエンジンを搭載しているよ。これだけのスペックがあれば、各種の誘導爆弾誘導ロケット兵器が装備可能となっており、遠隔操作の場合には操縦攻撃式を担当するオペレーター3名体制で運用することで、より確実に兵器としての性能を発揮できるように設計されているんだ。そしてバイラクタル TB には、飛行において操作を要しない自律飛行能力も備えているんだって。つまり、離発着の時には有人操作を要するものの、それ以外の時には自動飛行を行って目的地に到達する。いわば、最新鋭の旅客機と同様の機能があると思えばわかりやすいかな。ただし、バイラクタル TB2 の遠隔操作は人工衛星を介して制御はできないため、飛行可能な範囲は操作要員が配置された拠点から 300km 以内と制限があるよ。バージョンアップされた最新型からは、衛星からの制御にも対応していると言われているんだけど、ウクライナ軍が使用しているものがどのバージョンなのかは今のところわかっていないんだ。日本においても、バイラクタルシリーズの導入を検討しており、特に現在開発中の TB3 については、導入して艦艇に搭載することで、航空兵力の増強につながるのではないかと期待されているね。航空兵力だけで見ると、空母化改装を行った出雲加賀が2025年以降には実質的に空母として運用を開始するけど、これだけで中国やロシアの戦力に立ち打ちできるかといえば、明らかにノーなんだよね。だが、全通型艦艦を持つヒューガなどに、バイラクタル TB3 を実装すればどうなるだろうな。実質的に空母としての運用も可能になるし、運用基地としてヒューガが移動すれば、通信可能距離の制約も実質的にはなくなるぜ。例えば、尖閣諸島の有事に対応して、航空優勢が確保できる沖縄本島周辺にヒューガが展開し、そこからバイラクタル TB3 が敵国の艦艇や上陸した陸軍兵力に対して攻撃を仕掛ける、という戦術も見えてくるわけだね。防衛に必要な戦術の幅を広げる意味で、バイラクタルシリーズの導入はぜひ積極的に進めてほしいとも思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ホッキョクグマについてだよ。ホッキョクグマか、確か真っ白なクマだよね。そうそう。そのホッキョクグマなんだけど、真っ白って言ったけど、実は真っ白じゃないんだ。じゃあ僕が見たあのホッキョクグマの毛並みの白は見間違いなの？解説するとね、毛並みの色は白でなく透明なんだ。毛の中が空洞になった特殊な構造になっていて、
光を通過するため散乱光によって白く見えるらしいんだ。そういうことだったんだね。今回もためになったよ。それじゃ、今日の動画は終わりだよ。